ブーブーしても腕が黒っぽく見える。あ、違うかな。あ、一番最後ですね。一番最後ですわ。なんかちょっと沖合100メートルぐらい行ったところがちょっと潮を寝てるらしいです。あ、沖合行くとまたさらに逆の流れになるみたいな。いやー、これ波なんて分かんないですもんね。朝もうちょっとでも波あったんですよ。あ、そうなんですか。風も強かったし、ちょっと落ち着いたかな。日差し出てきましたね。腕の鍵にはもう力なくなってきた。そうですね、最後尾ですね。ちょっと差がつきやすいところだね。ここで本当に初心者だったら心折れますね。ただね、これがトライアスロンの場合や、この腕のあれを見てる限りもう一周大丈夫かなって感じですね。いや、ちょっと俺もちょっとお寺の気持ちが本当にあったら好きなカウンティアミーよね。バカバカ。頑張って。そこにもボンと入れとくんです。そう、そこに、あっちで水分カードもらうのに、あっちの間に、じゃあ、はい、ありがとうございます。はい、おめでとうございます。適正感。ごめんごめん、はい、頑張って。はい、いいですか。はははは、言うてる。話した方がいいの。まあまあ、こうしていいの。大丈夫。
フラフラしてるよ。いや、座ってもらっても大丈夫。あ、こう砂あるから気をつけて。なんちゅう吹き方や。もうこれはまってきたやろ、全然あおっさん、溶けてないかいって言ってもらってすごいあれ、後で溶けてるそう、途中であの吹いたわ入った。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。150番、北谷美子さん、おめでとうございます。